最近娘の父親はさ、もう一週前に夏から今日のご飯はエビフライです。これをね、ウスターソースにかけて、こちらはね、ドレッシングです。それではいただきます。まずはエビだな、エビ。なんだろう、学生やろかな。皆さん、都市伝説というのはご存知でしょうか。都市に伝わる伝説ね。子供の頃ね、口裂け女というのが流行ってまして、マスクをかぶった女の人が子供に対して私綺麗いいしゅうして、ここからお前詐欺してるんですよ、ちえー、怖えーと思ったら、ある日ね、友達が、おい、口裂け女いたぞって言うんですよ。マジで見事と言ってたんですけどね、今すぐでした。うまいうまい。んで、第二の都市伝説は、大学生の頃、みんなバイク乗ってたんですよね。で、ある日集まってて、今から箱根行こうよって話になって、吹き飛ぶのだったんでね。で、行ったんですけども、トラックの量が半端なくて、怖いんですよね。うん、パーンと足立てしまいだして、ね、もうここでやめとこうという判断をリーダーがしまして、第2の都市伝説なんですけども、カーブでね、バイクで回る時にみんなすっ転ぶんですよ。なんでだろうって言ったら、
説の頭の変ですけどね、それは都市伝説だって言い出して、何それっていう、そう、カーブでね、必ず砂を回してる人がいるらしいです、おばあさんが。おばあさんがね、細かく打った砂を急カーブのところにばらまいて、オートバイで転ばすという作戦をやってたらしいですけども、これも第二の都市伝説だよね。そんなの、あるのかね。ある一人がね、そんなもんいねえよ、俺が見てきてやるよって言って、箱根、ね、国立で走ってたんですけども、見事に焦げて帰ってきましたね。やっぱり都市伝説って何なのかなと思って怖いでしょうね。いつの天城トンネルを先輩に肝試しを共有されて何百メートルだ、500メートルぐらいあるんじゃない。もう明治の時代に作られたトンネルだし、水がポタンポタンとして、そうかさ、そこでも都市伝説があって、しかし、ビビッチうまいよな。これね、生まれて初めて食べたのが幼稚園の頃なんですよ。タルタルソースがかかっていて、なんだこのうまさっていう感じだね。ポテトサラダ、ポテトサラダがうまい。いくぞ。いいね、これは。
まだ早いんですけど、皆さん何か不正することちゃいます。僕はね、タンクトップ着て自転車に乗って自転車走り回るんですよ。疲れ果てて体にポカリスエットが染み渡るぜ。漫画でさ、よくなんか逃げるときとか、うわー、助けてーみたいな、両手を広げて、あの前に出して走ってる画面がありますよね。僕が小学校の頃に、友達の家が焼けたんですよ。そして煙の中から、うわー、家が火事だーって、こうやって走ってくるんですよね。やっぱり人間ってそういう風になってるのかなと思って。こうじゃないですよね。うわーって感じで言ったら、まあかわいそうですけどね、あんまり言いませんけど、これで最後だ。オーマイガー、おいしいっしょ。しょうがない、3秒ルールを適用しない。ミニトマトないですよね、これね。甘みが濃縮されて、これも使いにくいから、よし。皆さんは味噌汁の具何が好きですか？僕はね、1番がじゃがいも、2番目が大根で、3番目が玉ねぎですね。これは外せませんよ。今ふと思ったんだけど、妖怪人間ベムと、あと水木しげるさんの描くお化け、どっちが強いのかな、っていうかどっちが怖いのかな。僕はやっぱり水木さんの漫画が怖いね。なんかさ、たまにはね、贅沢したいですよね。その時にこういうエビを売ってるっていうのはありがたいもんです。今日も全力で飯食いました。美味しかったです。また食べたいと思います。それではごちそうさまでした。